温または、オンドルは、朝鮮半島の伝統的な暖房法で、床暖房の一種である。クドルとも言う。本来の形式は、台所のへっついで煮炊きした時に発生する煙を、居住空間の床下に通し、床を温めることによって部屋全体をも温める設備。火災の危険を避けるためオンドルを備えた家の土台は、すべて、 クドゥルジャンという遺体紙を用いて気づき、部屋の床は石板の上を漆喰で塗り固め、その上に油を染み込ませた厚紙を貼る。朝鮮半島においてはすでに三国時代から使用の痕跡が見られ、アスカ時代の日本に渡来したコークリア下ダラ出身者もオンドルを備えた家に住んでいたらしい。しかしこの暖房方法は燃料の消費量が多く、 湿気が多い地域には向かないことから日本では普及しないまま捨てれてしまう。台所で調理する際の排気を利用した暖房システムだが、水地を行わない時も暖房用として、ヘッツイに火を常時入れておく。台所がないベッドには暖房目的での焚き口を作る。また、暖房の必要がない牡蠣は温度ルにつながらない夏、専用のヘッツイを水地に使用する。 しかし床下の殺菌、殺虫目的で半月に一度ほどオンドルに火を入れることもあった。かつては焚藁木、藁などを燃料としたが、大量の燃料を使うオンドルは、朝鮮半島の森林破壊の現況となった。韓国では、人口増加とともに、焚木でオンドルの燃料を賄うのが不可能になり、1960年代までには、 レンタンを燃料とした温度ルが主流となった。しかし不完全燃焼により一酸化炭素が床のひび割れや隙間から室内に流入し、一酸化炭素中毒を引き起こす事故が頻発したため、次術現代の温度ルにとって変わられることとなる。現在、特に、韓国では、中高層アパートの普及に伴い、旧来の方式での温度ル暖房が、構造、 安全面から不可能になったため、温水床暖房が一般的に使用されており、温度ルといえば、温水床暖房のことを指すことが多い。古くからある建物では、温水床暖房ではない本来の形の温度ルが残っているが、その燃料は、レンタンから灯油に切り替わっているものが主流になっており、最近では、ガス温度ルや電気温度ルを使用している過程もある。 冷量乾燥機構の朝鮮半島では住宅への温度る設置は常識であった。同時に温度るの設置と使用により生活様式は様々な影響を受け変革された。ヘッツイの火で床下を温めるという構造上、2階以上の床下を温めることはできない。そのため朝鮮半島では平屋の建築が主流となった。床下に 煙が流れ込みやすいよう、へっついがある釜屋は、居室より低い半地下式に作られ、台所の天井裏には、高低差を生かして、堕落という難度が設けられた。若い嫁が一人で泣けるのは、この堕落の中だけだったという。温度で温められる部屋は、滝口イコール台所に近い場所ほど暖かいため、台所に近い場所が神座とされた。 厚く乾燥した床に接して木材が狂わないよう、家具は足つきのものが主流となった。また、床のぬくもりが人体に伝わりやすいように布団や座布団は薄く作られた。日本列島も朝鮮半島も夏は暑く冬は寒い四季の明瞭な気候だが、寒暖の期間と湿気の有無が異なる。このため日本と朝鮮半島の民家は一見すると似ているようだが、 細部では違いがある。近世以降の日本の民家の多くが無暖房住宅であり、大きな窓や縁側を設け、部屋も、襖や障子を取り払えば、風通しの良い大空間が得られるなど、高温多湿の気候に即した作りだった。方や朝鮮半島の民家の多く、特に北部地域はオインドルを用いて暖房し、窓や出入り口を極力小さくして、 冷気の侵入を防ぐなど、寒冷で乾燥した冬の気候に最適化した閉鎖的な作りになった。ただし、ある程度温暖な朝鮮半島中南部では、民家には、縁側や大町という板張りの空間があり、夏の気候に対応した開放的な作りになっている。日本の温泉地で、地熱の直接利用や、温泉の蒸気を床下に通すことで、 床下暖房形式にしたものをオンドルと呼び、同時に利用しているケースがある。地熱の直接利用タイプでは、地熱により暖かい地面に直接ご座を敷いただけ等の簡易な家屋をオンドル小屋と呼んでいるケースもある。ありがとうございます。